ファンの皆様大変お待たせいたしました。14年ぶりにここ平和島を舞台に熱戦を展開した大一番の第29回グランプリ、今年からは上位18名による2ステージ制でのバトルが繰り広げられました。さあ、いよいよ優勝戦の開始です。対戦メンバーは1号艇白井英治、2号艇井口義則、3号艇太田和美、4号艇菊池光平、5号艇石野隆之、6号艇茅原裕樹、以上6選手の対戦。並びの方は定番順です。これからホームステージは2択選手、イン1コースは1号艇の白井英治、このカードは人気の中心です。トライアル3連勝でのファイナル進出としました。2コースは2号艇の井口義則、思い出の水面でここは活躍を誓っていきます。センター3コース3号艇の太田和美、3番太田加藤に引いていきました。グランプリは4年連続7回目の出場です。そして4コース4号艇菊池光平、賞金ランク1位の菊池が最後に締めるんでしょうか。5コースは5号艇石野隆之、賞金ランク10位、タイムサルのセカンド進出、チャンスはすべて掴んできました。アウト6コースは6番の茅原裕樹、さあ今こそ異次元のスピードを見せるとき。スタートまで10秒切りました。グランプリ優勝戦、進入は内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3コース4コース、この辺りがスイープ先行していますが、さあ1周1秒切りとっては3号艇の太田先行としますが、パンパン太田一気に攻め込んでいきます。内側4号艇1秒切りしてきました。お尻を変えて頭を数えています。